皆さんおはこんばんちは。ダンデライオンスタジオのエンターテイナー鍋です。どうも、ベルのそなたこと、ベルです。今回は様々なゲームに登場するボス戦や、イベント戦の攻略解説動画になります。自分のこれまでの経験上、一番安定して攻略できた方法で解説していきます。入手困難なアイテムを使っての攻略や、低レベルや法外な強さでの攻略はしていません。誰にでも攻略できるよう、準備難度低めの攻略を心がけていきます。興味のある方や、攻略に行き詰まったことのある方は、ぜひ参考にしてみてください。さて、今回攻略していく戦闘は？ドラゴンクエスト2、悪霊の神々から、ボス、バズズ戦の攻略です。前回戦ったアトラス同様、悪霊の神々の一柱、様々な呪文を操り、こちらを苦しめてくる強敵、迅速に倒してしまいたい相手です。アトラスと比べると確かに、頭脳派なイメージか。こういう相手は長引くと危険なんだよな。この後にもう1体控えてますが、3体のボスの中ではこいつが一番厄介かも。とりあえず速攻撃破を目指しましょう。というわけで、VTR、どうぞ。というわけで戦場は、ハーゴンの神殿の5階、アトラス戦の後、すぐに戦闘になりますね。アトラスや道中の魔物との戦闘で、消耗している時にいきなり出てくるのか。ご覧の通り、多少消耗していますが、なんとか戦っていきたいと思います。やることは、はっきりしているので、ある程度 MP が確保できてれば、大丈夫でしょう。というわけで、早速バズズ戦開始。ステータスは、HP250、MP50、攻撃力127、守備力170、素早さ75、メガンテ、イオナズン、ザラキ、ベギラマ、ラリホー、マホトーン、ベホマなどの、強力な呪文を操る強敵です。厄介な呪文を封じたいところですが、奴はなんとマホトーンが効きません。戦い方としては6割ほどの確率で効く。ラリホーで眠らせ、確実に効くマヌーサやルカなんで、弱体化させて、呪文を使わせる前に倒してしまいたい。ベホマを使われると面倒ですが、耐久力は高くはないため、ゴリ押しで攻めきれるでしょう。ただし運が悪いとザラキや、メガンテで、一網打尽にさせられてしまうかもしれません。おっしゃ、ルカナン入ったし、一気に行け。撃破。今回は厄介な呪文を、使われることなく、倒すことができました。HP や MP もほとんど、消耗していなかったので、次のボスにも万全の状態で、挑めそうだね。祈りの指輪も無限じゃないしな。で、早く片付けられたのはでかいぞ。というわけで次回は悪霊の、神々の一柱にして、ハーゴン配下最強のモンスター、ベリアルとの戦闘を攻略していきます。最後までご視聴いただきありがとうございました。次の動画でお待ちしております。もしよろしければ、チャンネル登録や高評価ボタンを、ぜひお願いします。それでは皆さん、まだ見てけれなー。バイチャー。